警告。通路を4つの生体シグナルが通過しています目標到着映像データを送信しますああれこれはナビゲーターはあびっくりした地面にぶつかるかと思った。 地面が近づくとだんだん遅くなるなんて不思議ですねあれ地底に到着したんですかここはここは学校じゃないか本当に地底なのかほら空にお日様がん空京子おるのか いないみたいですね。あたしたちがいない間に何があったんでしょう。皆さん、あの木の上を見てください。葉っぱかいや、なんだあれは。スカディちゃん、何か思い当たることがあるのんこれは多分、クラゲの木じゃな。影の国ナショナルジオグラフィックに記載されておる。 えーっと星の皇女様に出てくる木みたいなものじゃこれからどうしましょうかここに突っ立っていてもしょうがない学校に入ろう。 すずの声だ。みんな、聞こえなかったか。わらわも聞いた。でも、一体どこから。上だよ。上。うわ <laughs> 何か落ちてきたぞ。私だよ。私。え。すず。 私が作ったナビロボだよ今通信をつなげてるんだスズは今学校か俺たちも学校に向かっていたんだ 自分で作ったのかそうだよあたしさらに進化して超天才な研究員になったんだおおもう立派な科学館じゃなそうなの なんじゃこれは外と全然違いますアイギスのラボに似ているなふふ、<laughs> 改造するのに苦労したんだからあれ例の会長が見当たらないねあそれはじゃなではあなた達たに先に行ってもらう 俺たちと一緒に降りないのか生徒会の者たちを連れてくる早く行けできるだけ早く後を追うナビゲータースカディは任せたってことじゃそれにしてもここは本当に地底なのか 地上とそっくりの学校があってそれに空学校だけじゃないよこの地底は作りが地表とほとんど変わらないんだまるで鏡に映したみたいに魔境の国 あと、外の木は何なんだクラゲの木のことなら、あれが普通だよ普通うん。ちなみにあのクラゲ、実は果実なんだよクリーム味でお腹の足しにもなるよクリーム味…な、なぜこっちを見るのじゃあんなの書いた覚えはないぞ よくあんなのを食おうと思ったな王女様が教えてくれたんだ王女が当然私もあの果実を分析してみたけど栄養価値がすっごく高いよちょっと食べてみるデザートとして残してあるよ食べてみたいですううんハローすずにまた来ちゃった うう、スズリンあしに黙ってこんなにたくさん愛人